勝手に一人で思ってたわけですよ。すごく怖かったんですよ、そういうの言うのって。細かいことを気にしてないんだなと思いました。っていうのはイコールお母さんなんですよね。はい、皆さんこんにちは、リホです。こんにちは。はい、では今日から改めて YouTube をスタートさせようと思っております。イエーイ。はい、ということで、YouTube のチャンネルは結構前からチャンネル自体は作っていたんですけど、こういう風にこうね、生身で、生身、この喋る私で出るのは今回が初の動画になるかなと思います。これからこう結構 YouTube をねやっていこうと思っていて、まあ、前々からずっとやりたい気持ちはあったんだけど、こうね、いろいろ自分の気持ちとかもあったし、 YouTube に勝手に難しいみたいなイメージを結構持っていたりとかして踏み出せなかったっていうのが一応あるんですね。はい、ただまあ YouTube を通して伝えていきたいこともあるし、もともとね動画とか写真とかはすごく好きなことなので、まあ、また好きなこととしてやっていけたらいいなと思って今回初の動画をアップしようと思います。はいはい、で第1回目は何を話そうかと思っていて、この YouTube では私の実体験をもとにこうしたらいいよとか、こうだったけどこうしたらこうなったよっていうことを伝えていけたらいいなと思っていて、で今回は第1弾なので、結構これは私も悩んでいたし、当時の私が知りたかったテーマでもあるので、第1弾は恋愛においてどうして彼に嫌われてしまうと思うのか、まあ、基本的に人に嫌われるって思ってる人の心理だったり、じゃあそれってどうしたら克服できるのかっていう話を、まあ、私の実体験を踏まえて話していきたいと思います。で私の話からしようかなと思うんですけど、現時点で、まあ、現在私はと言いますと、まあこの YouTube を撮っているこのお家は、今彼氏のラッコさん、まあ、結構私のインスタとかを見ている方はよく知ってる、なんかラッコさんってみんな呼んでくれてるので嬉しいんですけど、彼氏のラッコさんと一緒に住んでいる、まあ、同棲しているお家で、今年の3月の末から見始めてるので、まあ、4ヶ月ぐらい今一緒に住んでるお家です。でラッコさんとは今付き合って1年と7ヶ月、来月で8ヶ月目かなという感じで、12月には、入籍する予定で一緒に住んでいるので、まあ、次期夫になるわけなんですけれども、私のそのね今の恋愛だけを見ると、なんか順風満帆じゃんみたいな感じに思われるかと思うんですけど、まあそんなことはなくて、私の恋愛歴で言うと本当に全然恋愛経験ないって言っていいぐらいないんですよ、もともと。そう、だからこそこう彼に嫌われてしまうんじゃないかって思う人の気持ちとか、まあ、そもそも人に嫌われちゃうんじゃないかなって思う人の心理状態だったり、その悩んでる気持ちとか、その怖さ、リアルな怖さとかっていうのはよくわかるんですけど、そうなんです。私はもともと結構恋愛が好きなんですね。恋愛が好きっていうか、人を多分好きになることが好きで、人っていうか、まあ私は女性なので恋愛対象は男性、私の場合は男性なんですけど、男性にかっこいいなとかこの人のこと好きだなって思ってる自分の気持ち、自分のときめきとか、この人いいなって思ってる瞬間の自分がテンション上がるから好きみたいなところもあって、まあ、だからこそこうちゃんと相手のことが見れなかったりとか、結構悲劇のヒロインぶっちゃうことっていうのが、まあ、10代時とかはあったんですけど、で恋愛に対して悩んでいた時に、そもそも恋愛に悩む女の子、その私の当時周りにいた女の子は、彼氏がいるんだけどこう彼氏とうまくいかなくて泣いてるとか、好きな人がいるんだけどどうやってアタックしたらいいかとか、
ていう状態で、まあ、そもそも相手がいるとか、そもそも人のことを好きになるっていうことが、まあ、当たり前っていうか自然、そこに対して悩みとかもないし、シンプルに片思いをしてるんだけど両思いになれないとかっていう風な女の子が私の周りには多かったんですね。そう、でも私の当時の悩みはそもそも論、その人を、まあ男の子かな、男性を好きになっていいのか自分がっていう、自分に対しての嫌悪感をすごく持っていたから、そもそも人に好かれるなんて思ってなかったし、自分が男の子のことを、まあ、男性のことを好きだって思う自分も気持ち悪かったから、人からそういう風に見られてるんじゃないかっていう怖さもありました。人っていうのはまあ主に男性だったんですけど、他の男性からこう気持ち悪いって思われてるんじゃないかとか、それは単なる思い込みなんですけど、思われてるんじゃないかとか、なんかあの人にが恋、あの人がかっこよくてなとかってなってる姿を客観的に見て、なんかあいつキモいって言われてるんじゃないかっていう不安がすごいあったので、そういうところから自分が、まあ、男性に対する恋心を抱くっていうものに対して自分に嫌悪感を持っていたんですね。そうで、基本的にその彼から嫌われてしまうんじゃないかとか、人から嫌われてしまうんじゃないかって思っている人の心理状態って、私は、2パターンあると思っていて、2パターンというか2つポイントがあると思っていて、1つはその相手に好かれることと自分の価値がイコールになっているっていう悩み、問題があるかなっていう風に、まあ、私の経験なんですけど、私はそうでした。その人から好かれたりとか、男性に好かれることと自分の存在価値だったり、自分っていうものの、なんていうんだろうな、こう私は私でいいんだだったり、私は別に誰かを好きになってもいいし、好いてもらってもいいし、好きなことをしていいし、嫌なことは嫌だって言っていいっていう、その自分っていうものと人に好かれるっていうものがイコールになっちゃうから、なってしまっていたので、例えばじゃあ片思いをしている男の子に、例えばじゃあ振られてしまったりとか、まあ、私はラッコさんとマッチングアプリで出会ってるんですけど、ラッコさん以外の男性とこう実際会ったりとかした時に、やっぱりその好みとかお互いね、需要と供給があったりとかするから、そのいいなとは思うけど、それ以上の関係にならなかったりっていうのがあったんですよ。でその時にその自分の価値と人に好かれることっていうのが一緒になってしまっていると、あの人に好かれないからやっぱ私はダメなんだとか、あの人のことが、あの子のことが好きだったのに、あの子は違う子を選ぶ、私は選ばれないからダメなんだって言って、自分の価値と人に好かれることっていうのがイコールになってしまっている状態が、私は一つ無価値観っていう感覚に陥りやすいというか、そういう風に感じるんじゃないかなって、まあ、私がそうだったので、私はそういう風にこう思ってるというか、そうだっていう風に認識してます。そうで、じゃあその好かれる好かれないとか、なんで嫌われると思うのかっていう根本的なところなんですけど、私が自分が行き着いたところは、彼に嫌われるかも、人に嫌われるかもっていう彼、人っていうのはイコールお母さんなんですよね。そう、お母さん、まあ母親だったり、まあ母親じゃない人、いい存在に育ててもらってる方とかもいると思うので、まあ、それがお父さんとか、まあ、保護者にあたる大人だと思うんですけど、そう、その育てられている、まあ、保護者なりお父さんなり、多くの人はお母さんだと思います。母親に自分が嫌われた、嫌われてるかも、嫌われたかもっていう風に、幼い時にそういう風に感じた経験があって、それの対象物が大人になるとね、友達だったり多くの人と関わっていくので、人に嫌われるかもしれないで、恋愛になると彼に嫌われるかもしれないっていう風にこう思うっていうのが一番のその根本的な理由かなっていう風に思ってます。そうなので、人に嫌われるかもとか、彼に嫌われるんじゃないかって思う方の多くの
根本はお母さんに、自分のお母さんに嫌われたんじゃないか私はって思った経験があったから、彼にも嫌われるんじゃないかっていう風に思うんですね。私の場合は結果そこだったかなっていう風に思います。じゃあなんでお母さんに嫌われたかって感じたかっていうところなんですけど、私の話をすると、私の母は、まあ、別に普通の母なんですね。本当にその本当にザ一般的なお母さんっていう感じで、そのお母さんっていうのも多くは多分普通のお母さんなんじゃないかなって思います。あの世の中いろんなお母さんがいると思うし、その今、まあ、私はまだ子供がいないんですけど、いろんなその事件とかね、ニュースとかを聞いて本当にいろんなお母さんがいると思うんですけど、そのお母さんにもきっとお母さんがいて、その取り上げられているお母さんがそういう事態に陥るようになってしまうまでにもその人の育ちとかもあるので、その人がじゃあ自分の母親とどういう関係だったかっていうところから、ずっとそのお母さん問題っていうか、お母さんとの関わり方の連鎖が自分の生きづらさにつながっているんじゃないかなって私は見てるんですけど、そう、そんなに私別に生きづらくないけど、まあ、幸せなわけでもないけど不幸なわけでもないみたいなっていう方のその悩みとか、ちょっとした悩みとか、ちょっとしたうまくいかないなっていう理由は、基本的に普通のお母さん、本当に一般的なお母さんに育てられてそうなっていることが多いんじゃないかなってすごく思うんですよね。だから余計に根本的な原因に行きづらいし、まさか私の親がって思うと思うんですよ。まさか私お母さんと仲いいけどって思うことの方が多いんじゃないかなって思うんですよね。何が一番子供の罪悪感とか、その人に嫌われるんじゃないかって思う原因になるかっていうと、お母さんが不機嫌なことだったかなって思います。そう、もう一回言います、これ超重要なので。お母さんが不機嫌ですごいよく怒ってたんですよ。でその怒ってるっていう姿を子供の時に見ることが多かったので、まあそれはその今こうやって動画で話せるのは、その向き合っていった先に客観的にお母さんが怒ってたなって思えるようになったからであって、お母さんに対しての自分の気持ちっていうのはめっちゃたくさんあったので、それはここに至るまでに結構やってきてるっていうか、自分で吐き出してきてるっていうのがあるから、あの時お母さんよく不機嫌だったなっていう風に今は言えるんですけど、まあ、その話の中で言うと、お母さんが不機嫌なことが子供からすると、あ、私が不機嫌にさせちゃったかもしれないとか、あ、私が楽しいことをしたらお母さんが不機嫌になっちゃったから、僕とか私が怒らせちゃったんだって思うわけですよ。そうすると子供はお母さんのことを愛しているので、根本的にはみんなお母さんのことが大好きなので、でお母さんに愛されなくなったら子供にとっては死活問題なわけですよね。子供は一人では生きていけないし、まあ、子供って言っても3、4歳、5、6歳とかの子を指すんですけど、お母さんに愛してもらえるように、自分の注目をもらえるように、お母さんに無視されないように、あ、こういうことは言っちゃいけないとか、楽しいことをしちゃいけないとか、泣いちゃいけないとか、もう男の子だと男だから泣くんじゃないって言われてたりとか、もう私はよくお姉ちゃんなんだから我慢しなさいとか、女の子だと女の子なんだから怒るんじゃない、怒らないのとかって言われると、あ、僕は私は泣いちゃいけないんだ、怒っちゃいけないんだ、楽しんじゃいけないんだって、それぞれそのたくさんの思い込みを持って大人になるので、あ、こういうことを言ったら嫌われるかもとか、こういうことを言ったら避けられちゃうかもって言って、要は寂しい思いをしたくない、寂しい、あの時感じたあの寂しさをもう感じたくない、怖いから感じたくないって言って、頭が、あ、彼に嫌われちゃいけないとか、こういう風にしたら嫌われてしまうんじゃないかとかって思うわけなんですよね。
そうで、じゃそれをどうしていけば解消できるかっていう話なんですけど、私は自分でやってきたことが2つあって、1つはその嫌われちゃいけないって思う時って必ず感情が動いているんですね。その嫌われちゃいけないとかこうしちゃいけないって日常生活で感じるシーン、思うシーンっていうのは人それぞれあるんですけど、必ずそういう、あ、ここでこうしちゃいけないっていう風に思考とか考え方が巡ってる時って必ずこの辺がモヤモヤしてたりするんです。で、そのモヤモヤの感情をやりきる、その感情をめちゃくちゃ感じきるっていうのが一つ、あ、嫌われるっていう思考が湧かなくなる一つのポイントかなって思います。で、それにはどうすればいいかっていうと、自分がどういうシーンで、あ、人に嫌われるって思ってるかとか、あ、彼に嫌われちゃうなって思ってるかっていうのに気づくっていうのが一つすごく大事で、気づかないとずっとそのこう私は彼に嫌われちゃうんじゃないかっていう世界の中で生きていることになるので、気づかない限りはまずそこの世界、そのそういうふうに思っている、自分のパターンからは抜け出せないので、まず一つ気づくっていうのが大事だと思います。で、気づいた時になんで嫌われたくないかって、寂しくなりたくないからなんですけど、寂しくなりたくないからっていうよりかは、寂しさを自分が感じてないから、自分は寂しくなったら生きていけないと思っているんですね。これは現に私がそうで、寂しくなるかも嫌われるかもしれないって思ってる時って、本当の本当にその自分が母親に嫌われたって思った瞬間とか、人に好かれなかったなって思った瞬間の寂しさとか悲しみとか、なんでこっち向いてくれないんだっていう怒りとかをと、そのやりきれてない気持ちが今もまだあったりして、すごい泣いたし、すごい怒ったし、すごい悲しいんだんです、一人で。そうで、それをすごくやりきると、なんかあれって思う瞬間があるんですよ。なんかね、あれ、あんなに怖かったのになんか大丈夫だと思うとか、あ、これ言ったら人に嫌われるかもって思わなくなったなっていう瞬間がナチュラルにあって、もう私はそれを、感覚が変わったなっていう風に思うんですけど、それを感じるまでにめちゃくちゃ自分の中にあった、もう本当に寂しかったあの時っていう寂しい気持ちとか、なんでなんか楽しいことをねしたかっただけなのにあんなこと言われないといけなかったんだろうっていう怒りとかっていうのをすごい吐き出しました。そうだから、一つはまず自分がどういうシーンでその彼から嫌われるって思うかとか、多分それは結構人によって違うと思うんですよ。で、なんか自分はどういうパターンでそう思うのかっていうのが気づけることが一つかなって思います。で、二つ目は、これは私が実際に実践したことなんですけど、そのラッコさんと付き合った時に、まあ、付き合う前からそうだったんですけど、私はその恋愛と自分のやりたいこと、まあ、こういう YouTube とかもそうなんですけど、恋愛もやりたいことも全部叶えたい、全部叶えようっていう風に思っていて、で、そうなるとやっぱ自分がこういう YouTube をやりたいんだとか、自分がないこういうことに悩んできたんだっていうことを伝えたいなと思ったんですよ。なんかそれを言わないで曖昧にしていると結局多分伝わらないなって思ったし、こうラッコさんに嘘をつきたくなかったんですね、私は。そうだから、じゃあ自分がこういう心のことで悩んできたんだとか、こう YouTube をやりたいと思うんだっていうことを言う時に、やっぱり初めはなんか心のことってちょっと怪しいんじゃないかとか、こう今ではそれは心配をして言ってくれていたって本人も言ってるし、私も今は、あ、心配をして私が危ない目に遭わないように心配して言ってくれてるんだなっていうのは十分わかるんですけど、まあ、当時の私は今よりも拗ねていたので、こう心配して言ってくれてることをそういうふうに受け取らずに、あ、なんか私がやりたいっていうことはやっぱ分かってもらえないんだとか、やっぱ怪しいことなのかもしれないって勝手に一人で思ってたわけですよ。そうなんだけど、なんか怖いけど
すごい怖かったんですよ、そういうの言うのって。怖かったし、何度も言ってきて、何度も言い方を失敗してしまって、こうラッコさんのことを分かってくれないみたいな感じで責める言い方をしてしまったこともあるんですけど、勇気を持ってちょっとなんか10割のうちの1割でもいいから、これはちょっと嫌われるかもしれないと思って言わなかったことを言ってみるっていうのは一つかなと思います。案外言ってみると全然自分が思ってる以上に、あ、なんかそんなことって思われるんですよね。なんか特に男の人はあのラッコさんを見ていて思ったんですけど、細かいことを気にしてないんだなと思いました。あの女性がすごいこう繊細に気を使って、あ、なんかこういう風に言ったら嫌われちゃうかなって思ってることも、男の人は意外に気にしてないというか、気にしてないし、なんかそんなことって思ってるし、むしろそういう悩みってか、なんか可愛いって思うみたいで、だから女の人が思ってるよりも男の人は女の子が怖いなって思ってることを優しく受け止めてくれるし、あの言う時はやっぱりね、すごい勇気を必要とする怖さとかっていうのはもうすごいよくわかるんですけど、なんかそればかりは言ってみて体感を通さないと、あ、言っても大丈夫なんだっていう自分の体感値になっていかないので、ちょっと怖いなって思うことも言ってみるっていうのは一つなんかいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、で今日は人からなんで嫌われるのか怖いのかっていう話についてちょっと話してみたんですけど、まあ恋愛とかね、いろんなことをこじらせてきて、今たくさんその自分の実体験をもとに伝えられることがたくさんあるなと思っているので、また恋愛のことだったり、まあ恋愛を通してどうしたらいいのか、どうして生きづらくなってしまうのかとか、どうして恋愛がうまくいかないのかとかっていうことについて、また話していきたいなと思います。